の武将佐賀源氏の源の徹の子孫で、正式な名乗りは、源の綱。通称は、渡辺源氏。頼光四天皇の筆頭として知られる。渡辺氏の祖。武蔵国の住人で、武蔵健介だった佐賀源氏の源宛ての子として、武蔵国安達郡、三田豪に生まれる。摂津源氏の源の三中の娘婿である。 人名源氏の源の厚氏の養子となり、母方の里である、摂津国にしなり軍渡辺に居住し、渡辺綱、あるいは渡辺源氏綱、源氏綱と称し、渡辺氏の祖となる。摂津源氏の源の頼光に仕え、頼光四天皇の筆頭として、豪遊で知られた。また、先祖の源の通は、源氏物語の主人公の光源氏の実在モデルとされたが、 綱も、美男子として有名であった。大鉱山の四天童寺大治や、京都の一条戻り橋の上で、鬼の腕を、源氏の名刀、髭切りの太刀で切り落とした逸話で有名。洋曲、羅生門は一条戻り橋の説話の舞台を羅生門に移し替えたものである。1020年、主君である頼光が聖四位した、摂津神に譲されると、綱も、聖五位した、丹後神に譲された。 その子孫は、渡辺党と呼ばれ、大陸敬語に従事する、滝口武者として、また、摂津国の武士団として、住吉の海を本拠地として、瀬戸内海の水軍を統括し、源平の騒乱から南北朝時代にかけて活躍した。九州の水軍松浦島のその松浦尻もまた、渡辺氏の出である。また、大阪市北区の梅田界隈には、源の通ゆかりの対有事があり、 その近くにある、露天神社の宮司自家や、渡辺聖発祥の神社とされる座間神社の宮司自家も、渡辺綱の子孫である。生誕地が、東京都港区三田の東密寺で、晩年もここで過ごしたという言い伝えもあり、東密寺の3号はこれにちなみ、高生山になったとされる。近隣には、綱坂や、綱の手引坂等の綱ゆかりの地名がある。 津町三井クラブ周辺の三田二丁目には、渡辺綱が産湯を使ったという、綱の井戸がクラブ敷地内を含め数カ所存在。足立銀行、第二本視略図へ関係が深い姓は、現地の本拠地であった兵庫県川西市の小アッパ寺に、霊病がある。ありがとうございます。